里崎チャンネル。じゃん。こんにちは。さあ、最終回。はい。キーマン。はい。巨人、日本ハムです。はい。まあ、このね、両者はまあトレードもね、よくするなっていう印象が。ああ、確かに太田大志選手、うん。そうそう、あと宇佐美とかもね。はい、ああ、そうだ。行ったりとか、はい、まあ吉川とかもあったりとか、うん、まあいろいろね。息がある苦悶とかね、はい、あるなっていうところはありますけども、はい、昨年日本ハム、うん、キーマンはピッチャーは河野龍生ドラフト1位、はい、やっぱそのね、大卒社会人を1位から4位まで取って、うん、やっぱこの選手たちが頑張らないと投手力が薄いから、うん、なかなか難しいかなって言ってるところで、はい、まあ、やっぱちょっと活躍できなくてね、うーん、はい、5位に沈んだかなっていうね。12登板、うん、3勝5敗、はい、防御率が 5.07、うん、ちょっと全体的に低いですよね。そうですね、うん、だからまあね、この1年目のね、はい、経験を果てに、はい、まあ、今年ねどこまで来るかっていうところのね、まあ、同郷なんでね、はい、まあ、期待したいなっていう、うん、ところもありますし、はい、打者ではねやっぱその三遊間がいないっていうところで、やっぱキーマンはね、うん、ビアヌエバを、はい、巨人から取ったビアヌエバを押したんですけども、こちら54試合、うん、出場で打率が2割2分、はい、ホームラン4本と、うん、まあまあ全くまあ期待に応えれないっていうか、まあそんなもんやろっていうね、うん、巨人の成績見てたら、はい、でもどこまで爆発するかなっていうところで、まあそこがね、まあどっちもハマってないんで、はい、まあそれはねハマってもよ、うん、今までやった動画、はい、ハマっても B クラスなのに、はい、そらハマらなかったら B クラスだよねっていう、うん、そうですね、うん、ハマっても B クラスだもん、はい、だからここもね、うん、だ結局まあサードに野村とかね、うん、入るのかなっていうところもありますけど、どうなのかなっていうところで、今シーズンの日本ハムのキーマンはこちらです。投手は伊藤大海投手。お、2年連続ドラ1いきますか。やっぱりアレハもいなくなって、はい、やっぱ投手力、うん、若い世代が埋めなきゃいけないでしょ、うん、はい、いや有原投手のやっぱ抜けた穴が、ね、大きいですからね。そう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 、うん、噂がね、はい、開幕投手、うん、で西村とかね、まあ、河野とか、はい、まあ、いろんな若い選手がいますけど、はい、まあ、ドラフト1位のね、うん、伊藤大海選手がやっぱこの穴を埋めれるかどうか、はい、新人王争いに、うん、早川と同じように争いできるかどうか、はい、この両者はね、だから両者早川も伊藤も新人王争いすれば、はい、チームのね重要な役割の一つになりますし、できなければねちょっと日本ハムは特にね投手陣が薄いんで痛いかなっていうところもあるんで、まあ3月7日のオープン戦ね、対巨人戦4回4安打3四球3失点とね、うん、まあまあちょっとね出花としては悪かったかなっていうところはありますけれども、うん、はい、まあ、ここからねいろんな経験を踏まえて成長していってくれることを望みたいし、まあ役割としては非常に大きなウエイトを占めるんじゃないのかなと、うん、期待値は高いですね。うん、結構ね、うん、その一本釣りっていうところもね、ドラフトもね、お、一本釣りなんだっていうね、結構前評判も良かったですし、はい、まあ、それをねどこまで、結果としてね、うん、出せるかどうか、まあ投手陣がね、まあちょっと守護神もいないっていうところもありますけど、まあ投手陣がねキーポイントの中で、やっぱこのやっぱそのドラフトで取った人に頼らざるを得ないところがよ、今の日本ハムの育成が、うん、しっかり回ってないところのやっぱ苦しさでもあるんだよ。そうですね、あの結構このオープン戦とかって、あのベテランとかでも打ち込まれたりするじゃないですか、うん、そっからこう、まあ、あと2週間とかでそんなに調整ってできるもんなんですか。こうベテランとかでの打ち込まれるの意味合いが違うんだよ、はい、ベテランはウォーミングアップだから、うん、あ、開幕に向けての、はい、別に打たれてるとか、うん、そもそも抑えに行ってないんだよ、はい、練習してるだけだから。あ、そういうことなんですか、うん、この球どうかなとか、そう、新しく覚えた球通用するかやってみようとか、はい、普段やらない配球ね、こっちもだから普段やらない配球試しでやってみようとか、はい、今年ここまで覚えてきた課題のやつできてるかどうか試してみようとかっていうのをやるだけだから、別にそれは結果出るに越したことないよ、はい、でも一丁目一番地が結果じゃないから。あ、なるほど、練習だもん。じゃあ別にその実績ある投手がオープン戦、まあ、ボンボンボンって打たれてても、別にこう試してるだけってことなんですね、基本はね、はい、うん、だから別に対してなんとも思わない。じゃあこれ伊藤大海投手とかが、若い選手たちっていうのは自分の居場所を確保しなきゃいけないから、はい、え、試すも何も全力だよねっていう、はい、そうですよね、うん、だからこう打たれてもじゃあ全力ではいってるってことですよね。そうそうそう、だからここからもっとさらに上げていかなきゃいけないよねっていうね、はい、上げれなかったらつかめないよねっていう。ああ、そっか、うん、いやそこが全然違いますね。そうそう、もう意味合いが違うからね、はい、もともとあるポジションの人とないポジションを奪っていくとでは、はい、もう全然意味合いが、ほう、だって2月1日から開幕に向けてウォーミングアップなんだから、はい、
自分のこう課題に向き合いながら開幕に行くだけであって、うん、はい、そのサバイバルしないからね、うんうん、自分の中の解決をしていくだけ。そうですね、若手とか新人は開幕に向けてサバイバルでポジションを奪わなきゃいけないから、はい、立場が違うからね。そうですね、まあ、でも、まあ、まだ調子は上げてこられる可能性は全然あるけど、うん、そうそう、まあ、上げてこなきゃいけないっていうね、うん、だからこの川野伊藤の、はい、まあ、2年連続ドラフト1位の左腕のコンビ、うん、はい、この2人のだからまあどんなに悪くても2人で20はできないと、はい、悪くて2人で20ですか。うん、だから別に12勝と8勝でもいいんだよ。あ、そうかそうか、別に10-10じゃなくてもいいよ。はい、まあまあ、もしくは2人で貯金10、はい、ああ、なるほど、6勝1敗とかでもいいわけですよね、うん、2人で貯金10が行きたいよね、はい、うん、そうですね、うんうん、そうなってくると面白い感じになってくるのかと。チームも上に行くかもしれないですね、うん、で野手はね、はい、こちらです。清水雄志です。おお、まあキャッチャー来ましたね、うん、あのね、2019年ね、はい、あれいいじゃん、これもうちょっとで佐々木賞いけんじゃないの、うん、っていうところから、はい、昨年大きく数字を落として、うん、しかもちょっとねシーズン途中でちょっと早急なんで、うん、ちょっと一歩過ぎみかなっていうね、はい、ところもちょっと不安要素もあった中で、まあ、69試合出場の打率が1割9分3厘ホームラン3本とね一気に成績を下げてしまったけども、はい、まあ、ここもキャッチャーがね、まあ、他に宇佐美とかも出てましたし、うん、やっぱハマらないとちょっときついかなっていうね、うん、ところもあるんで、このキャッチャーの清水をね、はい、期待値も込めて、うん、まあ、しっかりとね最低でも2019年の成績を残せるぐらいに頑張らないと、はい、まあ、バッテリーともども、うん、なかなかきついかなっていうねところもありますよね、うん、そうですね、2019って98試合ぐらい出てる、そうですね、うん、で2割5分9厘ホームランが、はい、5本ね、うん、で打点24とっていうところが欲しいかなっていうね、うん、でしかも中田、はい、で渡辺、近藤、西川、太田、はい、まあ、ここら辺はもう確実に結果残してくるところだから、うん、はい、まあ、ショートの、まあ、誰が入るのかね、うん、中島も頑張ってるし、平沼直香頑張ってるしっていうね、はい、ショート誰に入るか、うん、サードもね誰が入るかっていうところと、まあ、DH も踏まえてキャッチャー、うん、ここら辺のやっぱ押し上げがチームを強くするためには必要不可欠の中で、その中でやっぱキャッチャーが一番不安だから、そうですね、固まってないですよね、うん、だからそこでここの清水がね、うん、バシッと固まって、はい、レギュラーとしてね、うん、まあ、100試合以上試合に出れればね、はい、ちょっと変わってくるんじゃないのかっていうところで、うんうん、この清水をね、はい、キーマンに挙げたいですね、はい、っていうところで、はい、続いて巨人ですね、はい、巨人はですね、昨年が吉川と中川を挙げて、はいはい、吉川がね2割7分4厘、うん、盗塁11個、はい、で終盤はねもう吉川がレギュラーとして活躍して、うん、はい、いい形で回ったんですよね。いや本当にレギュラーってなりましたね、で中川は37試合登板、うん、防御率1点、はい、1.00、 すごいで、うん、17ホールドポイント、はい、6セーブ15ホールド、はい、で活躍して、うん、優勝です、はい、キーマン当たったってことですか、うん、まあ、でもね、はい、これはね、うん、喜んでいいかどうかはね話が変わるね。だって当たっても勝ってないとこあるから、まあ、そうですね、バランスですよね、バランス、はい、結局ね、うん、でもこの選手たちは頑張らなきゃいけないよねっていうね、うん、ところでよ、はい、ソードバンク、はい、離脱しちゃダメキーマン、はい、で結局、うん、このキーマンが活躍しないと優勝はないっていうことは当たってる、あ、そうですね、うんうん、だからそういった意味ではやっぱキーマンも活躍して頑張ってる、うん、で今年上げたキーマンたちもここの両輪が頑張ったら、うん、上ありますよっていうことだから、はい、まあ優勝ね、そうですね、うん、この2人の選手がうまく回ってこう歯車がよくね、そうそうそう、ですからね、うん、でも吉川もね今年まで北村も、はい、なんかレギュラー争いだからまだ決まってないよっていうね、うん、ところもあるから、まあ頑張りどころではあるしね、はい、まあ中川もねもう順当的に頑張ってくれるんじゃないのかなと、はい、っていうところで今年のキーマンはこちらです、はい、打者は梶谷、あー DeNA から FA で、はい、加入の、はい、まあ、昨年はね3割2分3厘、うん、まあ、途中ね首位打者取るんじゃないのかっていうね、はい、まあ、休んでた佐野と同率まで追い上げたんですけどね、はい、若干下げてっていう、うん、で、まあ、ホームランが19本、おで打点53盗塁14、はい、これかよ、もし、はい、同じような活躍をして、うん、1番梶谷でハマったら、はい、まあもう優勝ですさらに戦力増すってことになりますからね、うん、だってえ大城、うん、ちょっと外国人が来てないんでね、はい、ジャイアンツも、はい、だからファースト中地かな、うん、で吉川、うん、岡本、はい、坂本、ウィーラー、うん、丸、うん、梶谷、うん、
強い。まあなんかもう固まってますね。固まってる、うん、強い、はい、強すぎる。で中盤頑張ったね、松原とか、はい、まあそれで北村もいるし、うん、そういった面々たちもね、あとはまあ楊亀井とかのベテランもいますし、はい、その中で の, であとあのあれヤクルトからトレードで疲労感もいますし、オープン戦でもねホームランで ね, ね移籍してね、うん、だからまあ強い、はい、はい、強い。だって梶谷これ打ったらもうだってどん大丈夫、何1番梶谷、うん、梶谷坂本丸岡本なの。うわなんか4人やばいですね。やばいね、うん、もしくは吉川が2番とかに入って2番とか、もし1番吉川2番梶谷とか、梶谷1番2番吉川、うん、もうまあでまああるしね、はい、まあ強いね、まあ、どっちにしろちょっと上位打線すごいですね、うん、でウィーラー何7番とか、はい、お強いね。おいいですね。うん、だから梶谷が同じような活躍したら、はい、もうこれ手つけられないんちゃうかっていう打線が、はい、でもそんだからキーマンってことですよね、うんうん、だから梶谷がうまくはまればね、はい、もう本当やばいことになるんだよ、うん、梶谷、坂本、丸、岡本よ、はい、やばい、もうやばいしかないみんなで何本打つんだって感じですね。あ、うん、いやこれは強いね、うん、だそういった意味でもね梶谷の活躍っていうのはさらに攻撃陣がね、うん、プラスになるんじゃないのかっていう楽しみな存在ですよね、うん、強力なね、はいはい、でピッチャーはこちらです、はい、戸郷です。はい、まあ菅野がね残留して、うん、あのっていうのはまあ一番大きいけども、その中で、はい、まあ、戸郷がね、まあ、昨年受賞するんじゃないのかっていうところで終盤ちょっとバタバタっとした中で、うん、まあ、防御率 2.76 で9勝6敗と、はい、まあ、数字的には素晴らしい成績を収めたんで、まあ、今年はね準エース的に、まあ、菅野と戸郷で30勝できた感じだね、18-12とかね。あーでもいける数字ですね、うん、17-13 とかありえるじゃないですか、うん、ありえますね。そうなってくるともう盤石よ、はい、あとはまあ外国人投手もいるし、はい、まあ、後ろもねしっかり盤石になってるところもあるし、はい、優勝ですそうですね、菅野投手と一緒に十何勝できたらできたらもう強いのよ、うん、すごい、うん、でね、ちょっと見てみようピッチャーね、はい、先発ローテーションも、ローテーションもピッチャーサンチェスもいるね、はい、菅野、戸郷、伊能も来てるしね、あーそうだ、いや畑とか、うん、高橋、うん、いいね。で中継ぎはね高梨、はい、楽天から来たね、うん、高木、ビエーラ、中川、うん、で今村もいる、うん、おデラローサ、おーでまあね、あの今はまだあの育成だけど新人を取らせるって言ったら直江ね、あでまあドラフト1位平内、はい、おー強いね、強いですね、あ、まあ、しかも最近秋広選手ってすごい、ああそうそうそう、だから秋広もあったらウィーラー、そうスタメンあるんじゃないかって言われてますよね、うん、だから秋広ファーストでウィーラーレフト、レフト、もうそのまましっくりちょっと来るかもしれない、うん、もうあるで、はい、おお、またいい戦力が増して、うん、しかも18歳、高卒、はい、これも注目だね、注目ですよ、うん、背高い選手で、うん、でもやっぱキーマンは、はい、勝ちたりと戸郷だね、はい、そうですね、ここがもうバシッとはまれば、うん、優勝です。めちゃくちゃ強そうです。で開幕戦はね、秋広がスタメンなのかどうかをね、うん、注目して、はい、楽しみ見ておきたいですよね、はい、っていうところでね、はい、最後にちょっと気になる小話って、はい、最近よくねデッド情報になってるんですけど、うん、まあ、小林がね、はい、なんかトレードされるんじゃないのかっていうね、うん、まあでも小林ファンの皆さんはね、はい、やっぱジャイアンツでしっかり頑張って、うん、だって去年怪我があっただけでね、うん、序盤は小林メインだったわけよ、はい、で怪我があって大城が台頭して、うん、ちょっと立ち位置がね、うん、下になっただけで、まあ、大城もねひょっとしたら2年連続活躍できない可能性もあるし、はい、そういった意味でもやっぱ小林のジャイアンツにいる中での存在価値は非常に大きいと思うんでね、はい、まあ、小林にも頑張ってもらいたいなと思うし、はい、うん、なんか日本ハムはね、はい、キャッチャー弱いんで、うん、なんかそこのトレードっていうのもねなんか気になるなっていうところはあるんですけどね。あ、最初に言ってたそのトレードのつながりが大きいっていうところが一つ気になるパターンもあるしね。でしかも田口とかもトレードしてるし、で、沢村もトレードあったじゃないですか、うん、だからなんか結構トレードが頻繁に行われてるっていうところで、ちょっとザワザワっていうするところもあるし、日本ハムはね巨人とコネクションもあるし、で宇佐美も行きましたけど、ちょっと巨人な日本ハムのキャッチャーがねうまくはまってないっていうところもあるんで、そういった面でもねちょっとザワつきますよね。そうですね、いやでもまあ巨人で頑張っていただきたいですよね、うん、まだまだだって必要だからね、はい、あの小林は巨人にね、うん、そういった面でもまあ開幕からねどういうふうな小林時代の起用法になるのかっていうのもね、
注目ですけども、はい、まあ、こうやってね、うん、12球団やってきましたけど、はい、どのチームも優勝ですそれはないけどねどのチーム優勝できたらこんなに幸せかって感じですよね。だからもう競馬だったらよかったよね、うん、同着。あ、アンジュゲーム差ゼロ、ゲーム差ゼロ、6チームゲーム差ゼロとかありえるんですかね。だってあ、それはないね、143試合だから、はい、奇数だからどっかが 1-0 になるもんね。絶対ないんじゃないですかね。あ、そうだね、はい、残念。多分あ、でも、あ、いけるいける、いけます。71勝71敗、はい、1分けだったら一緒になるんじゃない、全チーム。あー、そうだそうしたら得失点差になっちゃうんじゃないですか。まあ、そうそう、いろんなやつがあるんだよ、得失、ねね、優先順位があるんですよね。あ、そう、うん、まあ、それ以外も一番平和だね、はい、でも、はい、明日か明後日に順位予想、佐々木と今年は袴さんもやるんで、またやるか、はい、順位予想発表しますんで、はい、まあ、開幕前にはね出るんで、このポジティブ動画を出してからの順位予想、はい、きついですけど、ぜひお楽しみください、はい。